2000年前の事実が変わり、この大陸に結界が張られることはなかったが、それでも人間の争いは消えず、結果平和維持軍は誕生していた。いや、待っていたよ。ずっと持っていてくれたんだね。そして今度は君から。ありがたく受け取らせてもらうよ。これからもよろしく頼む。過去でインフィニトを倒し、使命を背負う必要がなくなった大地の里は、時代の流れの中で荒廃していったようだ。それでもここは俺の、俺たちのふるさとなんだ。遅いって。約束したろ、一緒に里を復興させるって。忘れてるのかと思ったぜ。もう少しで復興するぜ、俺のふるさとが。そしてお前のふるさとが。俺はまだお前を超えることを諦めたわけじゃないぜ。お前は俺の目標だから、ずっとそばにいろよ。過去でインフィニトを倒し、使命を背負う必要がなくなった大地の里は、時代の流れの中で荒廃していったようだ。それでもここは俺の、俺たちのふるさとなんだ。遅いって。約束したろ、一緒に里を復興させるって。忘れてるのかと思ったぜ。もう少しで復興するぜ、俺のふるさとが。そしてお前のふるさとが。俺はまだお前を超えることを諦めたわけじゃないぜ。お前は俺の目標だから、ずっとそばにいろよ。2000年という歴史を全く変えてしまうようなあの事件の後も、私は世界がよく知る姿であることを望みました。そして私はモノポリス社の総帥として忙しい日々を過ごしていました。アニータ様、お疲れ様でした。私はこれで戻りますが。お疲れ様。私は少し休んでから戻ります。アニータ様、わかりました。ですがあまり無理はなさらぬように。信じていました。絶対にあなたは帰ってきてくれるって。2000年前の事実が変わって、あの10日間もなかったことになりました。だけど私は信じていました。長い時を超えて再び巡り会えるって。前にユリーさんが言ってましたよね。未来は決まってないけど、そうなることを望むからその事実が起こるって。だから私はあの戦いの間からずっと望んでいました。もう一
一度出会えること、あなたに抱きしめてもらえること。おかえりなさい、愛しいあなた。あの戦いが変えてしまった歴史でも、ヒンギスタンに革命は起こったらしい。今の私は警備隊の隊長として市民の生活を守る仕事についている。おかえり。待っていた。私ずっと信じて待っていた。もう二度と会えないかもなんて考えたら、絶対に立っていられなくなるから。だから絶対に会えるってそう信じてた。2000年の時を超えて出会えたんだもん。これって運命って呼んでいいんだよね。もう離れないから。ここは…どうやら無事脱出できたようですね。この感じ、あの戦いからかなりの時間が経過していますね。具体的に言えば、我々が過去に向かったあの日よりも数ヶ月経過しています。約2000年、長い長い眠りでしたね。2000年が経ってしまいましたが、お体は大丈夫ですか？2000年、そうか、またお前に助けられたか。一度目はインフィニトを倒した時、あれで私の心は解放された。そして今度は命を救われた。あの時の言葉覚えているか？もしやり直せるなら、今度はお前と共に生きたいと言った言葉、あれは本気だ。もしお前にその気があるならの話だが。ありがとう、私を受け入れてくれて。なんだろう、この温かな気持ち、この安らぎは。そうか、この気持ちのためにお前たちは戦っていたのだな。やっと私にも理解できた。ありがとう。そしてこれからもよろしく。